こんにちは、森田浩平です。ラーメンを始めることにしたんです。知ってました？はい。で、ここでラーメンを始めるんですけど、ここから解体をすることになります。なのでいろいろぶっ壊すんですけど、その前にちょっとこのお店がどんな感じかっていうのを見ていきたいと思います。いいぞ。入り口、ここでもね、入り口ね、この自動ドアぶっ壊れてるんだよだからここは入り口というよりもちょっとパタンパタンと開くドアにして、で開放的に開けれるような感じでって考えてます。で、本当の入り口はこっちで、こっちから入る、こっちから入って、今このこんな感じでカウンターがこっちとこっちで2つになってね、結構広いですね。広いよね。これを思うとほら、ここもさ結構駅ゆったりしてるし、なんかかっこいいんだよね。なんかちょっとおしゃれな感じだよね、うん、カウンターもあったりしてて。そうですよね、うん、もうこっち側3分の1はここら辺まで全部キッチンですね。キッチンになるよね。でここキッチンで、カウンターが L 字のカウンターがこう入る、9席ぐらいの予定でいます、はい、で、ちょっと心配なのが天井そこまで高くないんですよ、はい、で、カウンターでキッチン V ストラップ入れなきゃいけないから、ちょっとこう上げなきゃいけない、地面をそこを、ってなった時に俺めちゃくちゃこの状態でもっと上がった状態からお客さんを見下ろして怖がられないかなと。森さん天井ついちゃうんじゃないですか。おいでもね、上もちょっと下ろしちゃったら本当にこんな状態でここら辺からお待たせしましたここはい、ラーメンお待たせしました。顔バレしないやつですね。顔バレしないやつかもしれないけど、そうなるかもしれない。こっち側は、こっち側だから本当はね、この向こうもカウンターでこっちもカウンターだから、こういうカウンターもちょっと伝えたらいいかなと思ったんですけど、はい、結局は一番最初にキッチンのそのレイアウトとかそういうのを詰めていったら、やっぱりここちょっとここに伝っちゃうと逆にキッチンがガタッ広くなっちゃってちょっと難しいなと思って、今から撮ります。あ、撮りは無理です。無理でした。はい広い。でもなんかさ、こういう木のところもさ洒落ててさ、うん、こっちなんかなんかさちょっと椅子変えちゃったのすごい。ここ何屋さんだったんですか？2つ前はなんかイタリアンの店だったのかな、うんうん、多分その時の内装そのまんまなんじゃないかなと思います。次が定食屋さん入ってで、そのまま居抜きで帰った。上もね、すごいちょっとおしゃれだな。ここがね、綺麗ですね。うん、なんかうまく活かしたいなとは思ったし、うん、逆になんかこういうのもね、うん、ちょっと残してもいいかなとそういうのを考えて、これもなんかせっかく居抜きで借りてずっと長年ここにいるものだから、うん、残してあげたいなとは思ってます。この辺には何ができるんですか？でこっち側はテレビ室。お、製麺しちゃうんですね。じゃあこうやってこうやって、ということは、うん、ラーメン屋さんもしかして自家製麺。頑張ります。自家製麺ちょっと、はい、いっぱい勉強して、まあ研究所だからね、いっぱい麺も研究して。ラーメン研究所。そう、森田県森田ラーメン研究所で総称して研究所。だから研究する場所でもありたいなと思ってるんで、やっぱ麺もそうなって作りたい。いい名前ですね。ありがとうございます。森県は、ちなみに森県っていうのは僕の小学校時代のあだ名でした森県って、ただなんで森県だったかっていうと、姉ちゃんが呼ばれてたの。
もう一軒ってお姉さんもですね。姉ちゃんが呼ばれてたの。女性ですよね。女性だけど姉ちゃんが、2つ上の姉ちゃんが呼ばれてて、でなんか姉ちゃんが小学校卒業したタイミングで俺が継承されてもう一軒になったの。じゃあその慣れ親しんだ、そうだから小学校の同級生とか、おお森健じゃんって思うかもしれない。いいですね、昔のあだ名じゃん。はい、そんなちょっと小ネタをいいですね。これから夢の城がここにできていくわけですね。そう、ちょっとやっぱりね、やるにあたってお金はかかるけど、でもやっぱりこういうのも経験だしね、やっぱそういう店を作るなんてのはなかなかね、人生の中で何回もある経験じゃないか、ちょっと楽しみにしてます。おはようございます。おはようございます。今日10月10日です。今日からお店の解体工事が始まります。今日は1日目です。今日これから荷物を出して、あとはどん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 壁とかを解体していく作業になります。これからどうなっているお店が作られていくのかを動画を通してね、配信していきたいと思います。俺はやんないけど頑張るぞ。これ、ちょっと待ってな。